ああ、もう津村選手といえばあの高専脱力集中ポーズ、はい、あれをあれはまあやってる対戦してる時は見えてないんですけど、あれやった後からの津村選手のそのなんかこうハイパーモードに入るんですよ。それがねえぐいです解説いつ決まるんですか。まあ、選手あの多分知ってると思うんですけど、今日僕も出てたんですよ。なのであの僕が決勝とか間違っていっちゃうと解説できないんで、ノブさんかもしれない。決勝戦を行います。決勝戦楽しみ。それでは決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはこの選手、注文覚醒しますよ。つむつむ城野ひろきプロ。さっきのあのニヤニヤが出るかどうかが決め手ですね多分。対しますは津村智也プロ。おー、津村選手、津村選手といえばもうさっき名言が出てましたからね。あの僕は妻に勝たせてもらってるんです。もうはい、撫で回したいですねって話をしてたんですけど、はい、最初は集中モードですね。皆さん会場で見てもらうとよくわかるんですけど、ジョーの選手の飛びって本当になんて言うんでしょう、山なりのいい飛びなんですよ。スパーンとくで、津村選手の方が直線的にこう踊るように飛んでいくような速いダーツだと思うんですよ。結構対照的な感じがしますね。これは最後は3セットマッチ、501クリケット501で順番変わって501クリケット501でクリケットクリケットチョイス。これはね、どうなんで1セット目取った方が有利に見えるような気もするんですけど、結構もつれるようなイメージがあります。2セットで終わらないイメージがあるんですよね。カメラ近い。カメラ近い。柔らかぶどうパンって名前の方が気になりますけど、あの、はい、美味しそうですね。お腹減りました。はい、お、つむつむの顔って可愛いですよね。長時間ロード、本当長時間ロードですよ。いや、ブレイクされたらやばいですよ、感じするじゃないですか。結構ブレイクされた後ブレイクできたりするんですよ。クリケットクリケットチョイスの3セット中2セット先取りとなります。それではこれより2024パーフェクト開幕戦決勝戦スタートです。予選が早くなったような気がします。さあ決勝戦先行は津村選手。この出だしの50185、ま、ここはどうでしょう、ブレイクここか最後かどっちかしたい城野選手。ただいま戻りました。おかえりなさい、はい、バタバタ失礼します。はい、つむつむ顔が押さない確かに動画は動画ですよね多分。津村プロはどちらかといったらお肌ツルンとして可愛いんですよレーティング13からそういう話になります。うん、はい、あの2月6日にイベントやるんで来てください。どこで江戸川でやる。江戸川で、江戸川のショットっていうダンスバージョン、その時に教えますということで、ぜひ行ってみてください。もうぜひです。はい、戦いづらい選手っていっぱいいます。みんな戦いづらいですジャパンは遺跡が、ああ、うん、日本ですね。日本、はい、日本ね、はい、うわー、ナイスコミュニティ、素晴らしい
ただ津村選手3点、これは180点出さないと上がりが出ない。ここで城野選手は100点以上、できれば140、本当なら180欲しい。はい、すごい欲深くなってきましたね、はい、どんどん。いやもう欲深いです。できれば100、1本当てたらしゃあない、140、ね、最低でも100。城野選手まださっきのスマイルができませんね。そうですね、まだちょっとスタートしたばっかりだからなのか、はい、でも最低限100、うん、これで上がり目が先に出るんで、うん、絶対トライまでは、絶対というか、まあ160はトライはできますね。ただ津村選手ここを大きく削って相手にプレッシャーを、はい、これ入らないと同じ2、これだと先行後攻逆になるんですね。なるほど、じゃあちょっと今は城野プロが、はい、20ですかね、20からいくのかな。20を見つめてますね。見てますね。おお、141を60入って19トリプル、はい、まあ99点ナイスですね、うん、これで津村選手は164ワンチャンス、19じゃないですかこれ、はい、入りました。で45もう1本、まあ、88、64%、はい、これ城野選手ブレイクチャンスなので、はい、どうしても1本目多分10トリプルか14トリプルか、10トリプル、16ダブル、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。ブレイクからの、そうですね、やっぱりセパレートブルーの501なんで、うん、あの選手のやっぱりアレンジ力だとかその決定力っていうのにちょっと差は出てきます。なるほど、はい、ただまだ1レグ目なんで、まあ、わかんないですね。城野選手はこのクリケットをキープできると1セット目を取れるんですよ。で次城野選手先行の0万になるので、なるほど、そこまで考えるとしびれますね。しびれますね、はい、確かに、はい、ちょっと一つ突っ込んでいいですか、はい、桐生3は出ますか。桐生3なんです、僕が使ってるの。桐生3まで出てるんです。なんとまさかの3出てるそうです、はい、探してみてください。はい、なんです。まさかの、はい、いいバレルですよ。ここ攻めてきましたね、ナイス、素晴らしい。ここ津村選手はもうどうしても上げたくないんですよ ね、 そうですね、自分先行のセット、うん、城野選手はここはひるまずいってほしい。柔らかいし上手ですね。うん、わ、ナイス、6本。シングル、もう1本。トリこれはモルですね。はい、あ、はい、こうすると今度城野選手がこれ点差が58点なので、はいはい、18に4本入ってクローズに行ける。行くかどうかは別として、別ですね、はい、確かに僕は行きますね、点数が低いんで、うん、松田プロだったら、僕だったら行きます、はい、だジョーン選手ここはトリプルに入れたい、ナイスカバーですね、32点差、うん、津村選手の方が点数が大きいので、はい、どうですかね、森に行くのか、1本目次第、シングル、トリプル、もう一本いきますね、5本、うん、5本で収まってるうちに城野選手は頑張りたい、津村選手は楽に消したい、うん、タイミングを待ってるって感じなんですね、津村プロはどちらかというと1本目にトリプルが入ってきてないんで、うん、1本目トリプルだと、あ、今ちょっと入ってないですか津村選手、あの集中に、はい、ナイスカバーですね、9点差、これは18からいったりし、ね、来ましたね、これね、上見てましたもんね、ちょっとなんか角度的に、あ、でも戻りますね、
これだとモロハなんですね。これ10点しか離れないんで、2本目18、ね、1本はいいけどって感じですか。まあでもその時の空気で多分いけそうな、ここは消したい。これはダブルですね。19ダブル、ナイス。ジョーの選手結構そのダブルのクローズも使うんですよ。はい、多分シュート力に実力が、あの自分自信があるんでしょうね。ダブル入るぞっていう。はい、津村選手ここはモル、いや今ちょっと迷いましたよね。多分カットするか、はい、5-1、5-1入った時に点数を超えるかどうかっていうところで、いや決して、これでもジョーの選手18入ってますからね。そうですね、はい、1本目からね、はい、トリプルが入るとやっぱそうです。ジョーの選手結構その1回アウト入ってくるイメージがあるので、これは16で9、どっちにしても9を取りに、これ分かります、このトリプルをね、これね、分かる、これ上に入るから狙いづらいっていう。これちょっとジョーの選手にこのセットは風が吹いてるような、いいところはやっぱりセットで切れちゃうんで、次のセットがまた始まる。ちょっと笑ってますね、ちょっとさっきの感じの、いや、そうですね、楽しくなってますね、なんかお顔に戻ってきてる感じが、かわいい。つむつむまだハイパー入れてないですね。ちょっとでも笑いましたよ。いや、つむつむ笑わないです、笑わないです、笑わない。つむつむは脱力集中してからの1本目のトリプルがえぐいです。すぐナイマグ出すんですよ。ジョーの選手はハットトリック、インナーですね。これはいい集中入ってますね。素晴らしい、はい、ただまだ1セット目なんで、次はジョーの選手先行の、そうですね、 0-1 からスタートです。でもさっき言った通り、はい、先行だとやっぱり有利なんですよ、うん、でも有利だからやっぱり何か見えてくるじゃないですか、はい、あのチャンピオンっていう文字が、 そうですね、そこを顔の表情で判断しましょう。ジョーの選手のどんな顔で登場するか、はい、どうですか、ちょっとフーとかなってますね、ちょっと、あ、でもちょっとにこやかですね、うん、あ、でもさっきほどじゃないな。ねえ、なんかちょっと緊張が、あ、19に入る、上に入ると当たるんで、ナイスカバーですね、96点。津村選手はもう削る、ガンガン行きたいところですね、はい、あと1センチ上ならトーン80ですね。それがダーツの難しいところ、1本ぐらい入ってもって思っちゃいますよね。多分1本入ったら3つ入るぐらいの精度で投げてくるんですよ。そうそうそう、ジョーの選手ここを20に行くとあと6本で上がれないですね。345点は20出しても165点なんでダブルアウトできないんですよ。なのであそこは1本18、あるいはブルに投げて6本で上がるっていうアレンジをすると、かっこいいです。かっこいい、はい、なるほど、はい、かっこいいそうです、はい、さあ、ジョーの選手の顔穏やかですね、目尻が穏やかです。いいんじゃないですか、これ。やっぱり決めてきました、きた、100点、まあ、ナイスそうですね。逆に津村選手、ここトーン80出すと161点が残るんで、インブルトライの上がりが出せるんですよ。津村選手、スティールも上手ですからね。あ、そうなんですね。はい、昔もフルボッコにされました。フルボッコ、5先かなんかでトーン80、5回ぐらい出されて、どうなってんのっていう。ここは削る。これ60、60いくのか、ブルいくのか。
ですね。60、はい、まあ、相手の津村選手が上がり目出てないんで、まあ、まだちょっと、そうですね、ブルに行ってアウターなら100点残り、インナーなら75点残りっていうのもありましたね。105、これどこだろう、僕は19からいきますね。57入ると48残りで16残に、16シングルの16ダブル、今日上がってますしね、はい、ナイスアウトですね、素晴らしい。次の146のアレンジを言いたくて仕方なかったんですけど、来なかったですね、はい、じゃあちなみにもう19トリプル、19トリプル32ですね、はい、だそうです、はい、すごく痛かったみたいなんで、はい、もういや来るのかって、まあ、多分20から行ったとは思うんですが、はいはい、どうしてそれかっていうと、かっこいいんです決まると、はい、かっこいいらしいです、はい、かっこいいんです、皆様ぜひ、はい、これ津村選手は意地でも止めたい、そうですね、ナイスですね、集まって、なんか集まり方がえぐくなってますね、でも返してきます、ただうわまだこれ今のは女王のスマイルが出てない分2センチ上ですね、なるほど、はい、ちょっとまだ硬い目の、いや多分だってこれ取ったら勝ちですからね、うん、そうですね、意識しますね、はい、57、2本、これは津村選手が戻る2本、ちょっと津村選手リズムが速いんで、そうですね、はい、なのでまだあの脱力集中のポーズしてないですよねそうなんだ、あのポーズしてる時、いや本当に本当にこうふざけてる時もすごいですよ、そうなんですね、すごいです、女王の選手は落ち着いてる感じ、そうですね、今後津村選手一発5-4、5-4クローズとかやる、自分はちょっと今手スマッシュ気味に入りましたね、するよな、緊張しますね、しますね、絶対しますよ、人間ですしね、はい、皆さんそうなんですよ感情ありますからね、もうなんか自分の中に入り込んだ人がやっぱり、うん、あ笑ってるますよ、はいはい、確かににこやかになってきました、はい、そう多分もう多分ジョーのジョンワールドに入ってると思うんですよ、はい、マイワールドで、つむつむがまだ入りきれてない、あナイスですね、もうグルーピングがエグいんで、ここは面白い展開に、さてにこやか、あにこやかですね、外れてもにこやか、すごいですね、おクローズ、もうちょっと笑ってますね、笑ってますね、いや僕すごくいいことだと思うんです、こう笑ってこうにこやかに、はい、この去年の年間ランキング1位の津村選手と戦ってることが楽しいんですよ、あーなるほど、はい、失敗するとギリギリの攻防が、もう来ましたね、いやこれですよ、こっからハイパーありますからね、女王の選手はしっかり入れてきますね、はい、あすごい、あ、まあ、フェンスオーバーまで分かってると思うんです、後ろから圧って絶対感じるんで、それを楽しめるか引くか、これハイパーモードですよ、多分もう入りましたね、入ってると思います、入ってるんです、つむつむモードに、つむつむモード、もう一段階上あると思うんですよ、あまだもう一個上が、もう一段階あります、もう一段階やるともうどこも外れないっていうマイワールドで、アールワールドあります、つむつむワールド来た、あちょっと、あまだやってないな、ジョーの選手はここもう一本15、そうですね、それでも点数は超えれないんですが、うんうんうん、次のブルのことを考えるとちょっと迫っとかないと、今だと2本差なんできついですね、うんうん、
うーん、どっち行ったんだろう、消しに行ったのかな、どっちでしょうね今のは。はい、ここ津村選手はもうシングルで2本でも消せる、はい、これもシングル狙ってますね、これ大事ですよ、うん、ダブル寄りのシングル確実に消す。これ上野選手は5本インナーブル2本インにアウターブルで点数は3点上回ります。ブラック欲しいですね、ブラック欲しいですね。お、来ましたね、もう1本。さあいいとこに入ってますよ。でもうわもう惜しかったですね。いやなんか、ね、展開的に入りそうなリズムではありましたけど、はい、惜しくもここは外してくれないような。モルワンチャンまだありますけどね。うわあ、これ今のは2本目にインナーブルーならブルーいったと思うんですよ。でアウターだったんで17戻ったと思うんです、はい、これはまたインナーブルインナーブルークローズはあるにはあります。来ましたね、これもう1本インナーブルー欲しい。うーわー、またやったね。そうだよ、入らない。皆さん若手の小さいですよ。そうですね、分かってますよ、分かってますよ、もちろん。向こうもなんか簡単そうに入れてますけどね、うん、この人たち。本当ですよ。でもこれブルブル、うわっと今のはちょっと硬い。これ上野選手、ね、はい、これは点数で1本じゃないですか。ブルに1本入れたらシングルで終わり、17シングル。もう一本シングル、このシングル狭い。うわ、ナイスアウト。どうでしょう。いや素晴らしい、走っていきます。はい、いやなんか結果的に圧勝な感じなんですけど、内容的にはヒレついてましたね。パーフェクト男子、素晴らしい。優勝は城野ひろきプロです。おめでとうございます。強い開幕戦。はい、それでは、2024年開幕戦男子優勝は城野プロです。ありがとうございます。いや今日はもうね、終始良かったと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しく投げれて、ね、こういい感じでずっと1回戦、まあ、今日は人数がやっぱり過去最高だったんで、多かったんですね。まあ、試合数もあの決勝の試合数も多かったんですけれども、なんかこう、まあ、危なげないわけじゃないけれども、こうなんかこうすごくいい感じに見えましたけど、はい、持ってました。もう今日ははい、今日は持ってました今日は、はい、で、まあ、5レグ目も上手でした。あ、はい、でも、まあ、あの自分が見てる限りは 0-2 から逆転も はい、あったし、まあ、今日の優勝の一番のポイントっていうのはなんか自分の中では今日はありますか、ポイント。いやもう本当楽しく投げましたね、うん、まあ、ピンチも楽しく、うん、もうこの状態をありがたく思いながら楽しく投げれました、うん、あ、もう本当たまたま結果が一緒についてきてくれただけで、まあ、でもそれはやっぱりね、まあ、入れないとやっぱりこう自分の気持ちがやっぱりプラスになっていかないと、まあ、そういうことは起こらないから、はい、楽しいって言ったらやっぱりこう緊張してるわけだし、その中で楽しいっていうのがないとやっぱなかなか結果はついてこないから、ね、まあ、今日はなんかこうこのオフになんかこれをやったから良かったとかあるんですか。いや本当にみっちり練習しました。あ、はい、あ、だから今日もう普段はもうめちゃくちゃ練習頑張ってるんで、うん、もう試合の時はもう楽しくもうこれでダメならもうしょうがないと思うぐらい僕はやってるんで。こういう女は嘘つくけど、はい、練習は嘘つかない。嘘つかない、ね、練習嘘つくことないんで。ないからね、はい、それはもう素晴らしい。もうなんかこう聞いててなんか嬉しくなるような嬉しくなるような言葉ですね。いやでもじゃあ一番こうあれこれはまずいと思った試合はあったんですか。こうずっといや僕はもう決勝トーナメントずっと皆さんレベル高くて、うん、で本当5レグ目にクリケットコークを負けて、はい、でクリケットで7点台ぐらいをもう3回ぐらい打てたんですよ、うん、はいはい、でギリギリ保てたんで、うん、やっぱ本当打てる時に打ったし、うん、でいい時にもちゃんと拾えたし、うん、なんかしっかり今日は楽しんでしっかりできました、まあね、まあ、今日伊藤プロもあの森プロもやっぱり今度今日調子良かったんですよ、はい、調子良かったからそこをやっぱりちゃんとパツッと たたいて、はい、で決勝はやっぱり去年のチャンピオンのやっぱり、はい、緊張しました本当に。まあ、でも今年は
ランキングいけるんじゃないですか。はい、僕後半弱いんで前半走りたいと思います本当に前半走りたいと思います。後半弱いって、まあそれは広瀬だから大丈夫、はい、大丈夫、もう思いっきりもう前半行こうと思います。行こうってね、はい、まあもうね、まあ、しっかり練習してきたんであれば次はもう地元だしね、はい、頑張りたいと思いますね、まあ、応援してくれる人も多いと思うんで、多いと思うし、はい、もう2連勝目指して、まあでも、はい、もう本当にこれやっぱり2勝目が難しいって言ってたのも、これちゃんと開幕戦っていうのが一番最高じゃない。そうですね、もう考えてもいなかったですね、優勝できるなんてあそう、はい、いやでもそれはまあしっかり練習してきてからであって、はい、まあ、もうとにかく次の福岡に向けて頑張ります。また1ヶ月あるんで、はい、あのしっかり練習して、もうまた福岡で素晴らしいダーツで2連勝っていう人生初のツアー2連勝とか、それすごいっすね、はい、開幕戦で2勝目もかっこいいけど、地元福岡で初の2連勝もかっこいいじゃない、頑張りたいと思います。行きましょう、はい、それでは今日あの遅くなっちゃったんですけれども、あの、はい、最後まで、一生懸命応援してくれてるし、九州のみんなをもうみんな一生懸命応援してくれたと思うんで、最後に一言あの お願いいたします。本当僕その九州の皆さんもそうですし、僕も応援してくれた皆さんもそうですし、はい、パーフェクトのもう本当応援してくれる人ももうみんな楽しんでくれたらよかったと思います、うん、まあ、今日も、はい、これからも頑張るのでよろしくお願いします。はい、もうあの今日は見事な開幕戦優勝でした。もう今日は美味しいお酒が飲みますね。そうですね、はい、しっかり楽しみたいと思います、はい、次回は3月2日、今日優勝したジョーロプロの地元、福岡、北九州で、行いますので、今年から、九州と北海道はポイントが、1.5 倍になるというふうに、こうより地方大会を面白くしていこうという試みがありますので、まあいきなり2連勝だったら300、300という形になりますね、最後です、ね、で行きたいと思いますので、九州も、3月1ヶ月ちょっと空いてしまうんですけれども、3月2日9時45分から頃から、パークとライブを放送いたしますので、ぜひご覧ください。ジョロプロ本当に優勝おめでとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、長い間ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。